さあ細かくパスをつないでいきます福島。さあそしてアレックスのシュート、強烈決まりました。先制福島ユナイテッド FC、 今季初得点です。アレックス、そして両手を上に上げました田坂監督です。あ、そしてベンチの前へ行ってサブのメンバー含め皆に祝福をされていますアレックスです。あ、そしてハートマークをスタンドに何度も投げ込むようなそんなゴールパフォーマンスです。尾崎に当たってこぼれたボールですが、右足一閃、見事に決めていきましたアレックスです。スルーをした。さあ遠目から平野シュート、ここはゴールキックです。今のシーンです。鴨志田から最後は平、尾崎から中に入れていったボール、ヘディングシュート、ここはキーパーです。コインのヘッドです。その不幸運を使う、さあターンをして前を向く不幸運がドリブルで入っていく、不幸運シュートだ、遠目から狙っていきました。徳永から受けた不幸運は田村と入れ替わりました。そしてこの位置からのシュートでした。ちらっと時計を見まして安永監督です。相模原、さあこの長いボールアレックス、さあセカンドボール遠目から、おっと強烈なシュートが田村ですが、惜しくも枠の左でした。惜しいシュートでした田村。さあ久保とのマッチアップですが、岡田のファールを取っています。さあ早いリスタートを見せて左のスペースへ5代目が走る、中には不幸院、さらには逆サイドに辻尾も行く。さあ5代目シュートを選択した、ワンタッチなくゴールキックです。早いリスタートからのチャンスという形でした SC 相模原。神奈川県の、天皇杯の予選の準決勝ではスタメンで、出場していました。ここは久保のシュートをキーパー弾いたところ、尾崎同点に追いつきました相模原。今シーズン自身2得点目穂崎。久保のこのシュート、触った内藤ですが流れていったボール、この角度から同サイドぶち抜きました左足穂崎でした。鴨志田からつないで縦パス、これがスペースに星につながった。星コーター、星仕掛けてカットイン、そしてシュートだ。枠を捉えることはできませんでした星のシュートです。左サイドでカットインしてのプレーというのは一つの彼の特徴です。星が持っていってヒールでつなぐ、そして前田からアレックス、前田から中へのボールを落としてオフサイドライン、シュート、あーっと、このチャンス決めることができませんでした星。惜しいシーンでした。崩しは完璧でしたが惜しくも左。このセカンドボールですが、おっとここで相模原ボールになる、右辻尾からのクロス、ヘディングシュート、カートのヘッドですがバーの上でした。ドンピシャというようなそんなタイミングでしたがバーの上。セカンドボール、さあこれが久保からスペースへというところですが、茂木の対応です。杉野から、ちょっと三橋ボールが流れて、久保が行く。さあこのボールが不幸運だ、不幸運から出してカートのシュート、ここはキーパー内藤がキャッチをします。前節もアディショナルタイムにセーブを見せていた内藤です。
ここでお金、タッチを割ったスローインは福島。そしてここで長い笛が吹かれました。福島ユナイテッド FC、 開幕からの連勝は4でストップ。両チームにとって今季5試合目にして初めての引き分けのゲームということになりました。